岡本和真、2000連発8号でキング1差、打球速度181キロ、飛距離130メートル強弾。放たれた弓矢のように凄まじい速さで打球は左翼席上段に飛び込んだ。岡本和真はバットを振り抜いた瞬間、本塁打を確信した。06の9回。先頭で打席に立つと、前衛坂本の3球目、149キロの直球を完璧に捉えた。東京 D のビジョンに打球速度181キロ、飛距離130メートルと表示される8号ソロ。どんな状況でも、1打席1球に集中しています。2試合連続となる一発でリーグトップの前衛宮崎と牧に1本差に迫った。意地を見せた。先発平を攻略できず、打線は8回まで無得点に終わっていただけに、なんとか流れを変えたかった。明日に繋がる打席になったと思う。また明日、頑張りますと気を引き締め直した。4番で勝負。頼れる背番号25はどんな劣勢でも諦めない。鳥肌立ったわ。飛ばしすぎやろ。綺麗に腰回りすぎて1回転してるやん。お声がたまにこういうホームラン打つよな。えぐいホームランなのにその後の秋広のホームランのせいで全く話題にならんかったのくさ。秋広にツーラン打たれた時にベンチで平がうちの先発陣みたいな曇り顔してたわ。今年27歳全盛期の岡本がいて、今年21歳の秋広が活躍を見せ始めた。中山や門脇も個性見せてるし、ファームにも浅野萩がいる。世代交代うまくいきそうだ。打球速度マジなんか、やばすぎやろ。関係ないけどお声はいつ上がるのかね。萩を上げる気がないならブリブリ以外にセンター守れるやつ欲しいけど。岡本っていつも永遠のアーチーでホームラン打ってる気がする。どうせ平雨天負け試合やし、秋広と岡本に第2戦に繋がるホームランが出てよかったわ。今シーズン最序盤はなかなかホームラン出なかったけど、今となってはホームランダービートップに1本差に迫るまで打ってるからさすがだなと。減量しても飛距離変わらんからこのぐらいの体重でいいや。昨日諦めずに最後まで観戦してたけど、正直心が折れかけていた。そんな中現4番と未来の4番が痛快なホームランを打ってくれた。負けたとはいえファンにとっては絶叫もんやわ。打球速度は9回随一ではあったからな。久しぶりのテレフォンパンチみたいなホームラン気持ちよかったわ。さすがキャプテンやわ。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。